2月に行われる全国ご当地粉もんサミットを前に、当日出される粉もんグルメの試食会が行われました。この全国ご当地粉もんサミットは松山発祥のイベントで、全国の特色あるご当地粉もんグルメを扱う店舗や団体が集まり、来場者の投票でグランプリを決める粉もんバトルイベントです。今年度は全国から16品のご当地粉もんグルメが集まりました。ご当地粉もんグルメはどれもワンコイン以内で食べることができます。そのイベントを PR しようと行われた試食会では、当日参加する16の団体のうち12団体が参加しました。会場にはお好み焼き、餃子、焼きそば、たこ焼きなどが並び、関係者らが次々と試食しました。どうですか？美味しいです。もうそれぞれ本当に美味しいですね。食べた瞬間は美味しいって言ってしまうぐらいなんですけれども、やっぱり本当に選ばれた方々がここに出てこられてるんだなと思います。はい、からぜひたくさんの方にね、これも食べていただいて、いっぱい投票していただきたいですね。今年で、6回目になりますので、お客様に飽きささないというテーマで、16点中ですね、12点が新しいグルメさんということで、多分地元の方は初めて口にするご当地グルメがたくさん出てるということで、それがもう第1のアピールになります。はい、第2のアピールとしましては、やはり、昨年ですね、浜松餃子さんがグランプリを取りました。餃子といえば宇都宮さんというところで、この対決ができないかということで、注目のカードとしてですね、浜松餃子さんと宇都宮餃子さん、これはですね、この地元松山ではなかなか両方いっぺんに同時に食べることができないと思いますね。この機会にですね、この注目のカード皆様に楽しんでいただきたいなというふうに思っています。2月15日16日に行われる本番では、全国の粉もん王者が決まります。皆さんも会場となるアイテム愛媛に足を運んでみてはいかがでしょうか。Mm-hmm.